ちゃんです。ちょっとね、ブロッコリー道の駅でブロッコリー買ってきたから軽くね下茹でします。なんかね、もう房に分かれて売っててん。これをね、こういうセニョリータとかってちょっとこう長い目のがあるやつなのか、そこかもうあの房だけにして売ってんのか知らんねんけどね。こんなちょっと長い系のこれ、ね、ふわーっと洗います。洗うのほんまはね、これ洗うときも水を張ってね、ね、こうジャブ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 ってやった方が、なんかブロッコリーって虫がおる場合があんねんって。あっちゃん見たことないんだけどね、アフロの中に虫がおる場合があるんでってよく言われる。耐熱容器の中に入れて、耐熱レンチンができるやつに入れて、チンするんだけど、重ならないしな。お皿にちょっとこうなっとね。あれ？なんか待ってる。これをね、ラップして、2分半、600ワットで2分半チンします。これで完成。もうこれでね、粗熱取れたら、粗熱が冷ましたら、あの冷凍しといたら OK。 ちょっとやりすぎたかな、2分ぐらいでよかったかな。まあいいや。はい、こんな感じでね、レンジで下茹ですると栄養素が抜け出さへんからいいんで、はい、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで次何か作ろう。ここにね、塩パラパラって振って、もうれ、冷まして冷凍したら、あったかいうちに塩振っといたらね、美味しいんで。はい、これ、塩ね。ちょっと塩と気がしといた方が美味しいからね。パーッと振っときます。一本食べてみようか。入れすぎてないわ、ちょうどいいわ。はい、ということで、レンチンで下茹で、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日あれ作っとこう、もやしのね、酢の物を作っておきます。常備菜作ってたらいつでも食べられるしね。はい、まずね、お湯を沸騰させます。そうそう、沸騰してくると思うよね。沸騰してきたら、もやしを入れて、で約1分、再沸騰するぐらいまで入れます。これで約ね、入れましょう。
あんまり入れすぎるとね、くたくたになっちゃうんで、今1分、そろそろね、クツクツしてきたんで、もういいかな。外側はクツクツするから、ね、ちょっと混ぜながら1本食べてみましょう。うん、いい。じゃあこれを、ザルにあけます。で、これをね、ザルにあけて、水気を切ったら、水気を切ったらね、もうすぐに器に入れます。器に入れて、はい、もうここに直接酢、酢適当、醤油適当、大さじ1ぐらいかな。ね、砂糖ちょっと、今回ちょっとね、いつもやったら砂糖入れへんねんけど、ちょっとだけ砂糖入れます。で、ごま油と、ごま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 、あ、どっか行っちゃった。すると調味料混ぜといたらね、染みるんで。はい、で、ごま、ごまをたっぷり入れます。ごまを混ぜて、これでね、冷めたら完成。熱冷めることでね、味が入るから。食べましょう。もうちょっとごまいこう。ごま油を、ごま油を切りしましょう。ごま油がね、ええ味出すね、最後に。これで冷ましたら完成です。はい、もやしの酢の物、ごま油が効いてめっちゃ美味しい、ね、ごまの酢の物、あっちゃんの常備菜、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してくれたら見てくれたら嬉しいです。ではまたね。Bye-bye.